昔獣王クワウルに武家屋敷のみを荒らすゆえんにより江戸全市民の喝采を博した異名ネズミ小僧無宿入れ墨次郎吉がその断罪申し渡し書によれば大小名旗本をかすむること99件禁煙累計7931両がしかし重なる悪事に次第に身辺の危機を感じてきた次郎吉は天保2年中秋暫時のほとぼりを冷ますため色は匂えどちりぬるを隠すその身は髪型へ追うは配布の人相書き早くも巡らされた追部の気配に道中癒やすき心もなく浅き夢見し栄もせず今日水は流れて大阪へおはらめ舞妓に彩られたる京の情緒を水に流し伏見寺田屋の浜から水を切る炉の音はおなじみにぎやかな三十石船の船中陸部にあんま旅飽きんどに遊び人猿回しに旅芸人琵琶法師中で目立つ赤眼の遊び人風の男そして妖艶鉄火美しい女が一人名はおせんさあようござんすかいえどっちもどっちも長藩さあようござんすね横瓶からサイコロいずれも同じ穴の無地ななるほどこれなら負けっこないねうまくできてるよようござんすかい長藩それじゃ勝負でござんすよ船中の手慰みあーまたやられたどうも今日は飽きまへん猿回しも一稼ぎさあさあもうちょっと張り切ってさあさあさあそらどうしたえそれそれそれん何お帳目が足りないお帳目が足らないんでえもうちょっと弾んでさあこっちへおいでおおきにありがとうございます目の見えないはずの琵琶法師が横目でおせんの財布を伺っております仏に仕える者の身が正しきや南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏おいた、これ仏罰天罰か南無阿弥陀仏おい山本じゃで降りるお客さんは支度しなされや山本じゃ山本の浜じゃい いつになく厳しい戦議御用提灯が並んで役人が旅人を一人ずつ調べておりますご苦労様でございますご苦労様でよし船中を調べるぞ皆の衆よ、人痘改めのご出役じゃ。改めるぞ、いよいか。お、いけね。博打を打っていた遊び人が慌てて立ち上がった。人相書きの、間違いない。貴様さては、これだ。ネズミだ。御用、御用だ。ネズミ小僧、神妙にバグにつけ冗談じゃねえ、ネズミじゃねえ神妙にせい御用、御用だそれ、捕らえろ御用だ船中は大変な騒ぎとなった
御用だ。ネズミ小僧、お縄を頂戴しろ。神妙にバグにつけ。それなしな。御用、御用だ。ネズミ小僧、バグにつけ。あの博打打ってた男が、おせんが動けないわけはこれ。なんでもお江戸でえらいことして髪型に入り込んだそうで、きついご先やそうや。えらいさんやな。もう捕まってやろか。わからへんで。おい、みんな船を出すぜ。船を出すぜ。さあ、船を出すぜ。ええな。やっと静まった船の中。あ、財布がない。おせんの財布が。財布はここだぜ。あ、これが本物のネズミ小僧次郎吉。苦み走ったいい男。おせんは一目で引きつけられた。ねえ、ちょいと、アンさんもちょっとしたネズミなーい。薄墨色の夜は更けて、川風さっと頬を打つ。いいお月さん。ねえ、ほら、二日月の晩にできると腐れ縁だって嫌張ります。淀の夜船は橋本平方五番蔵。いつか二人の姿が消えた。知っているのは二日月。そして三日後、ここは船宿わらび屋の2階。お月様見て感心してるんだよ。二日月の晩にできると腐れんだって、てめえ見事に言い当てやがったな。すんまへん、ヤクザな兄を持ったばかりにエロを心配をかけまして。そうじゃねえ。腐れんだって言うな。てめえとの仲よ。ふとした縁の絡み持ち。月の明るい夜でした。ごめんやす、晩ご飯お持ちしました。なにわの船宿。なぜかすげない次郎吉におせんが。ねえ御所です、見捨てないでよ。たった一人の兄は兄で、妹を食い物にするような人ですし、うちはもう。ねえ次郎さん、とにかくその仁吉さんとやらに会ってみよう。それじゃあ、あてとのこと話をつけてくださんの。おあつらえ向きにひげも伸びてるし。ここは太宰門橋詰めの地雷屋どこ。ここがおせんの兄仁吉の家。旦那、江戸でござんすね。どうしてわかる。どうってことはねえですが、まあそれぐらいにらめますよ。そりゃせや、にらめるはずだともさ、親方お付き合い筋が違うたるでな。そうか。とんでもねえ。彼のためなら手段を選ばぬ悪党仁吉は、妹おせんの体を餌食に生きる打滑のごとき男である。そこへ世間のおさいばあさんが入ってきた。ごめんやっしゃ。
店へ来てもらったら困るやないか。何言うてまんねん。用があるさかい来たんやないか。え、親方。えらいもんが来よった、えらいもんが。ああ例の話やったらまたにしてえな。飽きまへん。今日はどうでも話つけな。一体全体おせんさんの息はどないなりよりましたんねや。え、それがその7洋館も前に今日の店は出たはずなんだが、そのままぷっつり落とさたなしで、どこへ行ったかわいも困ったるんやな。うん、さよか。扇屋さんではあんさんを信用してあるよってに大枚の前金を渡さはりましたねやで。え、親方。せやさかいわいかて困ったるんや。さよか。金さえ取ったら玉どないなと知りまへんで、どだいすもんだっしゃろか。だっしゃろ、親方。そっか、みがみ言うたかてな。ばあさん、せやけど、和亭の方にしてみれば、金払うた以上、当人さんを渡してもらわな、らち飽きまへんがな。なさあ、だっしゃろ、親方。分かってる分かってる分かってるな。よう見ておくんなはれ。ほれ、証文もますせ、親方。ほら、ここにちゃちゃっと話つけてくらはないようやったら、わての方かてつもりが、おま、もうちょっと待ってーな。しゃあないやないか、ばあさんな。飽きまへん。ほな、全都金ことごと耳揃えてこの場でさらりとお返しやすか。それとも今日明日中に必ず妹さんをわいのとこまで連れてきてくらはりまっか。親方、どないしまんねん。そんな無茶な。大きな晴れ。王政藩が自分でどこぞえづらかったか、大間藩が別口へはめはったか、そんな詮索こしたらのしたことかいな。どないしまんねん、親方。そげな大きな声出して。大きな声、あ、大きいのは地声だんねん。大きに心配しないどいておくれやす、親方。弱ったな、ったく。なんぼかやらな帰らへんで、銭や銭をやらな。おさえはん、すまんな。今日のところはこれでこらえてえな。ジェジェコだっか。うちゃそんなつもりで。さよか。おんやはんから責められるし、中に立ってつろうまんねん。はい、お目鼻つけておくれやっしょ、親方。ほな、おおきに。また来ますわ。ババアめ。あ、もういい。親方、やられたな。おかげで助かりました。おかげさんでおおきに。ちょうど入れ違いに入ってきた一人の娘。親方さん、もといはまだございますか。おきの藩か。待ってたんや。寒かったやろ。そう、当たり当たりーな。この寒空にツンツル天の薄物で震えながら入ってきた横顔の美しい貧しそうな娘、名はおきの。だが、どことなく気品のある武家育ち。言葉の端に江戸なまり。次郎吉の目がじっとおきのに注がれます。何か訳がありそうな様子。手内職の元結衣を持って売り歩く武家育ちらしいこの娘が
しきりに気にかかる次郎吉でありました。ごめん、仁吉はおるか？重松の旦那で、どうぞ。入ってきた武士は勝手知ったる我が家のごとく奥の座敷へ、あぐらをかいて置いたのが実手。あ、お笑いよ。どうせすぐ風呂へ入るんだから。釣りはいらねえよ。どうもおおきに。我知らず惹かれる思いで次郎吉が娘の後を追った。ここは何話の宝禅寺。おきのは宝禅寺へ来ると病人がいるのかお百度参りを始めた。あと追ってきたのは次郎吉ばかりではない。仁吉の子分やっちょろの牛も同じようにおきのの様子を伺っております。一生懸命にお百度を踏むおきの。器量がいいというばかりでなく髪の毛がいい、目元がいい。じっと見ているうちに次郎吉の胸深くほのかな明かりが灯った。やがてお百度参りを済ませそのまま立ち去ろうとした後ろからやっちょろの牛がつけてくる。待たんかい。あ、おとなしゅう歩きな。いいとこ連れてってやるさかい。声出したりジタバタしたらぶっすりやで。歩きな。いて。もう一度今言ったこと言ってみな。声を出したりジタバタしたらブスリだぞ。おめえさん、うちはむさ苦しいところでございます。天王寺裏のお半頃長屋で悪い野郎がつくといけねえ。あっしが送りやしょう。トンビに油揚げさらわれてこのまま帰ったら親方に叱られる。仕方がないのでやっちょろの牛。コブタンの一つぐらいは覚悟をして。しゃあないな。なりを乱して。よし。うわ、いた。親方、親方、親方。マツコ、親方どこや。コブタンとないして。カニ船や。カニあるか。よし。沖野はまだか。もうそろそろ。ああ、来た来た来た。旦那お待ちかねの、お待ちかねの娘来ましたぜ。なんや、お前一人か。沖野は。それが飽きまへん。どないした。連れてこよう思ったらいきなりよっから変な野郎が飛び出してきよって。なんやと。それでどうしたい。いきなりわいの横面。そいつが烈行か。このアホんだら。ほんまにすかたんや。どうした仁吉。それが飽きまへんで。
天王寺裏の貧しい人たちの住むわびしい長屋、次郎吉がお絹を送ってまいりました。元家作りの小商い、内職物やお仕立てどころ、いくら働いても追いつかぬ貧乏暮らし。病気の父を抱えてか、何か訳がありそうな武家崩れの娘。次郎吉はこの親子の様子が知りたかった。長屋のおかみの手伝いをしていろいろと聞き出します。おおきに助かりましたわ。ああ、沖野藩のことかいな。なんでも江戸で脇坂様ったらいうお旗本の御用人を務めてやはりましたね。そのご主人様がご不審方をしてはったところから永代橋とやらの作事のご公金を扱ってやはりましたね。そやよってに、そのご公金はあのご用人さんがお預かりしてお屋敷で晩していやはりましたね。ところがさん、えらいこっちゃ、あるばネズミ小僧って大泥棒に入られはって千何百両とか持ってかれはりましたね。なあ、そいで毎年80両ずつとかご主人へ返済するちゅう約束で商売をしに大阪へ来やはりましたね。せやけどお侍でっしゃろ、武士の商法でわずかの元手ぐらいはすぐ堂島あたりですっちまい、あげくの果てに長野わずらいにかからはりましたね。気の毒なこっちゃ。それから沖縄藩がたった一人で内職をして、かわいそうに。で話は？兄貴はいたが、おめえの一件は話さずに蹴った。なぜ？ほっときゃいい。兄貴は勝手におめえを食い物にしてるんだから、おめえだって自分勝手にすりゃいいんだ。そんな、勝手にって、それじゃあ私どうすりゃええの？それを俺が知るものか。おめえの体、おめえが勝手にすりゃいいんだ。チロさん、あんたそれで構わない？なぜ俺が構わんけらいけねえんだ。夫婦約束したわけじゃなし、ひょっとした旅の気まぐれをいつまでも重荷に背えるものかい。だってあんた水を向けたなおめえだぜ。次郎さん。お邪魔さんで、どうごめんやす。番頭さんかい？へえ、勘定の催促ですかい。すんまへんが、もうだいぶ約束のやつが俺らしく留守だったんだが、もう帰ってくる自分だ。これから行ってきやしょう。一つお頼み申します。くどくど言いなさんな。明日の朝利息をつけて払わねえ。明日の朝って、じゃあ今夜は？またねえで、早く寝た方がいいぜ。次郎吉はきっぱりと言い残し出て行った。夜道を急ぐ足。おせんの兄地雷屋どこの仁吉がこのところべったりとくっついている天満与力重松佐治兵衛の役宅。仁吉は次郎吉の心に焼き付いたお歯黒長屋に咲く白菊、美貌の娘お絹を
重松のそばめにして御用十手を手に入れようと企んでいたのであります。ぐでんぐでんに酔った重松をようやくのことで役宅まで連れてまいりました仁吉。じっと様子をうかがう次郎吉。おきのはどうした？旦那、もうすぐ男でございますか。さあ、大丈夫でっか。おきのはどうした？おきのを連れてこい。よろしおま。だいぶこんばんはお過ごしで。仁吉、貴様案外働きがないぞ。ですから、そのもう少しテキパキと働けますよ。かねてお願いの。実手がそんなに持ちたいか。へえ、よし使わそう。その代わり、沖野の一件さえ拉致開けたら、なんとか都合して使わす。ほんまでっか。沖野を連れてこい。仁吉、どんな手段でもよい。手段は選ばん。なんとか早く起きの、早くいたせ。よろしおま。じゃあ一つ手段を変えて金で当たってみることにいたしましょう。金か。金ならばいくらでも出すぞ。じゃあ一本。おお、十両でいいのか仁吉。いや、10両が当。100両。旦那、素人の出しゃろ。手いらずの。旦那、またあの器量な。おまけにちょっとは小骨もありの。旦那、10両で休ませ。ここはやっぱり100両で。よし、出すぞ。出す。旦那、お宝は？仏間じゃ。仏間へ連れて行き。やがて仏壇が開かれ、中から金包みが出る。その様子をじっと凝視する眼。そら100両、礼金は追って使わず。それ、礼金なんかより、それよりも、分かっとる、実手じゃな。一度閉まった仏壇が再び開いて、やがて中の金が消える。最初はそりゃ気まぐれからだったろうけど、今じゃあたし次郎さん、てめえが本気に惚れ直そうとどうしようと、俺はそもそもから同じこった。いいえ、お前さんだって大阪へ来て5日6日は、それが兄さんちへ行かはった時からコロリと変わった。いいえ、あれからお前さんの頃がよそへそれはった。そんなことがどうして。わかります、女の勘でわかります。
そうか。それが分かってりゃちょうどいい別れの塩じゃねえか。それに第一、おめえの身のためだ。俺はおめえが考えてるよりはちょっとばかりうるせえ表情持ちなんだからな。そんなこと、うちかってもうとっくに知ってます。何？おめえ、ほら今それ天井裏で暴れていやはるネズミ。昨夜の泊まり改めだって宿の者が間抜けやよってによかったもののあのままだったら。おせん、それじゃあおめえ俺に惚れてたわけじゃねえんだろ。てめえの惚れてたなネズミ小僧って看板よ。ジロさん、そんな。なるほど、髪型女はさすがに感情だけや。ネズミ小僧にくっついてりゃ兄貴の一件の百両ぐらいは稼いでくれるとでも思ったか。よし、俺もネズミだ。商売もんのおめえとただじゃ遊ばねえぜ。いささか高え線香台だが、おい、その火鉢を見な。そこんとこへ百両入れておいた。兄貴に渡すなりどうなり勝手に使いな。次郎さん、だがまあ諦めなよ。これでもネズミといや江戸じゃ今売り出しの大看板だ。どうせおめえもすっかたぎじゃなし、その評判の大名台にちょっとのまでも可愛がられたんだからな。おせん、ちと月並みだが達者でいなよ。ジロさん、待って。忘れ物よ。ジロさん、たまにゃたまにゃ思い出してよね。さて、なんとも言えねえ、すっぽり忘れりゃそれまでだ。ごめんやす。おや、真っ暗で明かりつけまよか。ええわ、お月様があないにきれいやわ。ほんまに、ほなよろしゅう。涙隠したおせんの頬に青く無情な月明かり、冷たく肌に染みてゆく。天王寺裏のお歯黒長屋。二吉がお絹を重松に世話をするためにいろいろとくどいております。
なあ、沖野はん。なあ。だってお前、聞きゃ新町芸妓に出るとかって噂じゃねえかや。なあ。芸妓になってたくさんの客の相手をさせれるよりは、決まった立派な旦那氏のお世話になる方が。どないにええか。ええ、べべきて、贅沢できて。そんなこと、父が。お父っつぁんもわからなさすぎら。芸妓はいいが、お屋敷勤めはいけねえなんて、そんな理屈があるかいな。相手は立派な人やな。沖野藩、うんと言ってえな。沖野藩、沖野藩。いいえ。なあ、沖野藩、なあ。もう、その話なら、何度伺っても同じですから、どうか。さあ、ぜぜこ持ってきた、ええな。さあ、とっときな。支度の金や。さあ。旦那からだ。いいかい。邪魔になるもんやなし。困ります。こんなお金、困ります。どうか。しまっときり。沖野藩、人の親切を無にするもんじゃねえ。いらなくなったらその時に傾斜それでいいや。ええな、ええな。とにかく百両確かに預けたよ。困ります、こんなお金、こんなお金。私たち、ええな、私たち。困ります、困ります。どうしよう、どうしよう。こんなお金。沖野さん、その金わしが消してあげやしょう。何、心配することはねえ。必ずわしが。それではお願いいたします。きっと足が消してきやす。それからこれもまた余計なおせっかいだが、芸妓に出るなんてどうもよくない了見ですよ。なに、事情は大抵聞いております。だがこれだけはやめておくんなし。あっしゃ今まだ何も言えねえが、あっしゃ実はちっとばかしお父様にかかり合いのあるものなんでござんす。え、父に。ええ、何もかもやがて知れます。待たせると言ってもわずかの間な。沖野さん、任しておくんなせ。それまでこの素性も知れねえ男の頼みを聞いて、今の芸妓の一件は待ったにしておいてくれませんか。ようござんすね、沖野さん。ようござんすね。きっと、きっと。沖野。ただいま。それじゃ、芸妓の一件頼みましたよ。そのまま手ぬぐいに包んだ金をポンと投げ込んで、次郎吉は去ってゆく。沖野が家に帰ると、手ぬぐいに包まれて投げ込まれた金が、開いてみると200両大金であります。その200両の金を神棚へあげて休んだその夜、この天王寺裏のお歯黒長屋に泥棒が入った。あ、何者じゃ。おのれ、盗賊。うるせえ。待て。父上、父上。泥棒や、泥棒、逃げたぞ。大変や、泥棒が入った。
まか、どいつや、泥棒だ泥棒だ。変やな、どうもわからねえぞ。寝ぼけてるはずはなし。あの時は確かに百両、確かに沖縄は百両ずつみ一つ渡したのが、半夜のうちに二ずつみに化ける。金が金を持っては言うけれど、おかしいの。お、誰だ真夜中に、誰だ。親方、真夜中だなんてもうとっくに開けてます。ほら朝です。お、開けとったんか。なんや、どないしたんや。うし、えれこちゃん、沖野の親父が泥棒に殺されましたね、親方。何？それで何か泥棒の証跡になるもんでも残ってたか、うし。あ、そんなことは格別調べなんだが。あ、アホ、このアホんだら、なんちゅうやっちゃ。うし、やがては実手を預かるはずの仁吉の身内でありながら、なんててめえは間抜けなんだ。泥棒が何か残していたかどうか、貴様案外役に立たんぞ。調べてこ。はあ、親方、調べてきます。え、古文のやっちょろの牛が走り去ったその後で、さて銭を隠そうな、銭を。誰や、誰やそこにいるの。なんや、おせんやないか。どないしたんや。おせん、エロを心配しとったぜ。でも前、よう来たな。お前あれから音沙汰なしで、おさいばあさんは来るし、大宮派はギャーギャー言っとるし、ほんまに困ったわ。あ、ええ、よう来た。苦労かけよって、どないした、話つけてやるわ。おせん、行ってくれるかなあ。行ってくれ。兄さん、あて自分の体自分の勝手にしたよってに来ましたえ。さいか、ほなお前兄弟の縁でも切りたいってのかい。え、おせん、そういうのか。さ、百両縁切りがね。これは百両。お前こんな大金どないしたん、どないしたんや。お前、おいおい、おせん。じゃあさいなら。待ちいな、封印が同じ金。おい、おせん、てめえこの金をどっから持ってきたんだ。え、もらったのさ。誰に、誰にもらったんだ。誰にって、お客より他にないじゃないか。もちいな、てえと今日からこっち一緒にふざけてた相手の男からなんだな。ああ、そうか。じゃあお前その男に何か含ませて、ワインチへ様子を見に来させたことはなかったか。そりゃあったかもしれないよ。うん、そうか、やっぱりあの男か。兄さん、それがどうかして、何か。いや、なんでもない。あれ？え、どないしたん、兄さん。
ちょっと外見てみ。え、外？窓の外見てみ。ほら。え、外に何か？え？何するんや？え、お前がいたんでは手柄を立て損なんや。辛抱せい辛抱せい。暗い福の神持ってきよった。にそがきにそがき、わいのにらんだ目に狂いはない。これ、このにそがき、ネズミ小僧、ネズミ小僧、この男、はよ知らせな。大手柄や。これから実手を預かる仁吉が大手柄を立てるんや。よっしゃ、さあ、辛抱しとれ辛抱しとれ。お前がいたら邪魔なんや。さあ、よし、決まったわ。よし、おい、二階の女逃がすじゃねえぞ。いいな、しっかり見とき。へっ、親方、長屋アホンダラ、大取りもんや。はよ、こかい。へっ、ここ宝禅寺裏。次郎さん、連れてってください。お願いです。さあ、どこへ。次郎さん、どこへでも、どこへでも連れて行ってください。どこへでもついて行きたい。おめえ、そりゃ本当か。ええ、連れてってください。沖野さん、次第に愛よる二つの魂、風も身にしむ宝禅寺。いけねえよ、いけねえよ、沖野さん。いけねえ、いけねえ、沖野さん。おら、気まぐれもんだ。いつまたおめえに飽きが来ねえとも限らねえ。おきのさん、分かってくれ。なーに、どうせ木の空で目を塞ぐ最後ながら、せめて腐りきった生涯にただの一つぐらいは綺麗な思い出があってもよかろう。おら、おめえの真実が嬉しいだけに、おめえとは一緒に行けねえ。俺はそうした男なんだ。次郎さん、世話のざらし草のつゆ、追われ追われる教場持ちは、女の情け受けられぬ。次郎さん、あなたはどこへ、どこへ。おら、仁吉を追っかけて、あいつに貸してある相関状をつけるんだ。え、危ない危ない、今言ったら。やつはきっと俺がやる。ネズミと異名の次郎騎士がこのまま江戸へは消えられねえ。第一、あいつは可愛いおめえのとっつぁんの仇。おう、いいか、籠の衆頼んだぜ。ええ、分かりやしたよ、よろしおま。え、頼まれましょうとも、旦那。それじゃ、いい。あ、髪型にだってちった血の通ってる野郎もおばせ、旦那。ありがてえ、嬉しゅうござんす。それじゃ、銭はありったけ。大丈夫と思うところまで送り届けて、土賃が余ったらお嬢さんへ。
わかりやした、相棒。うん、ガッテンだ。よし、行こうぜ、首掛け道中だ。よし、来た。それじゃ、沖野さん、早く乗っておくんなさい。それからこれはお父っつぁんの位牌だ。しっかり持って。ありがとうございます、次郎さん。次郎さん、あの空。沖野さん、いいお月様。夜風身にしむ裏小路、遠ざかりゆく影一つ。行きて帰らぬ夢ならば、そっと目と目で別れよう。月も今宵は名残月。さあ出かけるぜ。飛ばせるだけ飛ばしてくれ。二騎士の手配で数を増す取り手の群れは都へ旗へ。蟻の這い出る隙間もない。晒し一本次郎吉が握る合口懐に怒りに燃える男の生き字。御用提灯は次第次第にその数を増す。ネズミ小僧、御用だ。シャラクシー、御用。お、屋根登った。おせんはん、それによ、おいらだって今じゃお上の御用預かる身分なんだしよ。なんとかいいな、惚れとるんや。お前さんだってもういい加減に水商売はよして、れっきとした亭主を持った方がええんとちゃうか。親分は親分、わいわわい、ほんま惚れとるんや。おせんはん。取り物が近くなったな。御用提灯に追われた次郎吉がやがて仁吉のうちへ。はあ、やこしい。ああ、ネズミ小僧だ。嬉しい、次郎さん。やっぱり、やっぱり連れ出しに来てくれはったのね、あんた。違うぜ、ほら、そんな筋合いで来たんじゃね。お願い、次郎さん、ね、次郎さん、御所連れて逃げて、御所だからさ、お願いだよ。逃げられるか、逃げられねえか。さあ、外を見ろ。あ、闇を焦がす御用提灯、じって鳥縄呼び込むへ。しじまを破る御用の声。次郎さん、どうしよう、どうしよう。見る鳥、次郎吉は今命の瀬戸際だ。
何をそんなに危ない目してまでここへ。次郎さん、預けておいた仁吉の命と、それから立て替えた金と取りに来たんだ。やっと見つけたぜ。よし、次郎吉ともある者が稼ぎのピンを行かれたままじゃ、のめのめ江戸へは帰れねえんだ。おせん、髪型じゃ死にたくねえが、こう囲まれてどうなるものか。ちくしょう。いいえ、大丈夫、逃げられる。何？ねえ、次郎さん、きっとあてが逃がしてみせる。女の一年逃げさせるとも必ず。お前さんだけさあ、この十手で逃げておくれ。おせん、そしておめえは。わてのことなんか今さら心配してくれるがものはないはずよ。次郎さん、あたしはおせんという女をあんたに忘れさせないよ。次郎さん、よし、ネズミ小僧は2階か。よっしゃ、親方、大丈夫でっか。大丈夫よ、ドキ。仁吉が入ってきた。そのまま2階へ。ネズミ小僧、御用だ、神妙にしろい。2階へ上がってネズミ小僧を捕らえようとしたが、待ち構えていた次郎吉が。待ってたぜ、仁吉。うわー、やられた。それ、仁吉がやられた。2階へ行け。御用だ、御用、御用だ。だがそこには血みどろになった仁吉が立っていた。兄さん、お詫びは地獄で。次郎さん、忘れさせないよ。次郎さん、川だ、川へ逃げた。川だ、川へ逃げた。川だ、川だ。身を踊らせて淀川へ。おせんの姿は消えてゆく。川へ逃げた。川だ、川だ。暮れるに早い早春の闇に飛び散る十手の声。御用提灯よそにして、惚れた男の心を抱いて、水に流れる女の生き字。御用の縄目は振り切るとも、切るに切れない恋の糸。おせん、おきの、俺見ろ、いいお月様だ。おぼろ月夜に何話の風が涙誘うか次郎吉越し。天保五年、次郎吉はついに捕らわれ、悪事の報いで死罪にされた。おあつらえ次郎吉越しの完結であります。